はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。クソレッキ製造工場へようこそ。工場長の龍です。さあ、本日なんですが、エクストリームデュエル 2LP2024 というね、神ゲーが、遊戯王マスターデュエルさん始まっておりましてですね、イベントです。はい、新イベント、なんとね、 LP がたったの2024しかねえと。首の皮1枚の緊迫したデュエルで勝利を目指しましょうみたいなこと書いてあるんですけども、緊迫するわけありません。なんでかっていう話をしますと、バンカードがですね、全部無規制なんですね。なぜか無規制なんですね。で、LP2024 しかありませんので、バンカードをまあ基本的には、打ちまくってれば、まあ、相手が勝手に死ぬという話がありましてですね、今回ご紹介していくのは、最強エクストリームデュエル2用フルバーンデッキです。はい。バーンダメージのみのカードで、組まれたこの最強デッキ。これを回していけばですね、自然と相手のライフは2024消し飛ぶということで。はい。戦績なんですが、ちょっと見ていただいたら分かるんですけども、こんな感じ。今ちょっと5回くらいやってみたんですけども、普通に4連勝した後に、ちょっとね、この人が使ってるデッキマジやばかったんで、ちょっと最後に乗っけておきますんでね、よかったらご覧ください。はい。というわけで、ちょっとね、この環境でもメタが回っております。はい。コナミくん、やっぱね、面白いイベント考えるね。まあ、クソゲーだけど、神ゲーだわ。デュエル。スタンバイ。すいません、1戦目ちょっと動画回し忘れましたので、リプレイなんですが、見ていただいたら分かるんですが、マジでクソゲーです。無の煉獄、カードを1枚取ろう。さらに、合格で動画つぼ、カードを10枚除外して、カードを100枚取ろう。さらに、革命発動。1000ダメージ、何っつって。で、これで、スキアクロックシャトリだとかいうね、モンスターが、爆誕したんですけども、これ手札を減らすっていうね、こしゃくなしなんですね、これ。手札を減らしてダメージを抑えて、こしゃくなした。関係ない。なんでかっていうと、全部バーンカードだから。はい、500番。はい、1000番。これさ、遊戯王になってます？これ。いや、このコナミくんさ、これリミット考えるのめんどくさくなったっしょ、これ絶対。なんか年末さ、なんか、ちょっと課長、年末のイベントマスターデュエルどうします？めんどくせえな。年末は仕事したくねえんだけど。なんか、2024年だし、ライフポイント2024でいいんじゃね？あ、いいっすね。で、決まったんじゃね？このイベント。絶対、飲み会の席で決まったの、このイベント。100%。何？クシャトリナ・フェンリルだと？てめえ、何真面目に遊戯をしてんだ。お前、何真面目に遊戯をしてんだ。あ、なんだよ、こいつ。ライフポイント2024しかねえんだぞ。なんだクシャトリだって。バンカード連打したら終わりじゃねえか。めんどくせえことしてんな。お、マジかよ。なんだ、しかも展開弱えし。なんか、クシャトリラ・シャングリラ・エンドみたいな。謎ハンドやしよ。なんだこいつ。クシャトリラ・シャングリラ、はい、どうぞ。これ一応打っとくか、はい。ファイヤークロッカー発動。ファイヤークロッカーのここに手札から、ぶん投げると相手に1000ダメージ。うおー、最強なれー、こしゃくな、こしゃくな、こいつ、こしゃくなカード入れてんな、お前。はからとか飛んでくる環境じゃないはずなんだが、このゲーム。なんか普通にうざいな。どういうことやねん、これ。まあ、とりあえず一回ゴードン打つけどいい？まあ、ちょっとシャングリラで封鎖されっけど、なんかゾーンどっか。まあ、1枚ぐらいでいいわ。1枚封鎖はどうでもいい。2枚ドローの方が大事。あ、オッケー。勝ったんじゃねえ、これ、さすがに。勝ちだろ。これ普段の遊戯王じゃないんで、手札のバーンダメージの足し算すればいいだけなんですよ。300、じゃあ、500、500、1000、500、1600、500、1600、もう勝ってんじゃねこれ。もう500、1600で勝ちやん、これ。500、1600で勝ちやん、これ。拷問部屋張る必要ももはやねえわ。無の連続発動。真面目に遊戯をしてるやつにこのゲームがどういうゲームか分からせてやる。さあ、お前に拷問を仕掛けてやるぜ。調教してやるよ。このゲームがどういうゲームかということをな、分からせてやる。いけ、ファイアートルーパー召喚、効果発動。ファイアートルーパーの効果による1000ポイントのダメージをお前のライフに与える。ババーン、さらに300ポイントの追加ダメージ。
ババーン火炙りの芸発動600ポイントのダンバーンダメージババーン さらに追加ダメージ300ポイントババーン1個言っていいか、何真面目に遊戯をしてんだ、ふざけろボケがよ、このゲームはじゃんけんなんだよ、何回も言ってんだろ遊戯王はじゃんけんなんだよ、いけ無の煉獄を発動、カードを1枚取ろうお、ご陰家の猛毒薬2枚強いな、火炎地獄、地獄、チェーン猛毒、チェーン猛毒ぶち込んでる、さあ、火炎地獄、何羽渡らたぞダリそのバーンダメージを目立ってるというのが、何環境メタみたいなカード飛んでくんのマジマジ環境メタみたいなカード飛んでくんのマジかよ、おい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 、どういうことや、お前なんだこれ、やべ相手真面目に遊戯をしてると、やりやがるぜ、ファイヤーボールをセットして仕込みマシンガンをセットして、これで俺はターンを終了するぜ、まあ、仕込みマシンガンで勝ちか、でもこれ仕込みマシンガンで勝ちや、結果羽渡一枚では止まんねえっていうことをお前に見せてやるからな、くらわせてやるぜ俺の最強デッキ、いけ仕込みマシンガン発動、相手の手札の数かける200ポイントの大ダメージをお前のライフに与える、何痛恨の術、ちょっと待って、お前バーン対策しすぎだろ、なんだこいつ、遊戯王上手くない